一度きりの人生、楽しんだもん勝ち。歴史サロンの間です。今回は戦国時代の娯楽についてお話していきます。戦ばっかりの戦国時代に娯楽なんてあったの？って思うかもしれませんが、むしろいつ死ぬかわからないような状況だからこそ娯楽って大切だったんです。例えばイギリスにはいつでも紅茶が飲めるように湯沸かし器がついた戦車があったりしたんです。もう戦車ぶっ放しながら紅茶飲むなんてもうサイコパスすぎますよね。そして日本の戦国時代の武将や一般人たちも実は娯楽を楽しみ結構明るく生きていたんで結構ねびっくりします。今回は戦国時代の娯楽についてお話して、最後にそこから現代人の私たちが学べる曲も話していきます。それでは早速やっていきましょう。1. 女歌舞伎。まずはじめに紹介するのが戦国時代の終わりくらいから始まった女歌舞伎です。歌舞伎って今の時代だと男性がやっていますよね。でも当時は真逆で歌舞伎は女性がやっていたんです。もともと出雲のお国という女性が始めた歌舞伎が起源だと言われていて、これをお国歌舞伎と言います。出雲のお国は出雲大社の巫女さんだったんですが、出雲大社幹事、つまり出雲大社へ寄付や仏道を進めるために全国を回った時に披露していて、それが評判になったんです。そしてその噂を聞いて始まったのが女歌舞伎なんです。女歌舞伎はいわゆる遊女たちが男装をして歌舞伎をするんですが、これ今の歌舞伎と違ってなんか宝塚っぽいですよね。歌舞伎って実は規制に次ぐ規制で今の形になったという歴史があるんです。女歌舞伎は言ってみれば規制前の歌舞伎で結構やばい面もありました。どうやばいかというと、実は女歌舞伎って歌舞伎そのものより歌舞伎が終わった後にお楽しみがあって、特に男性にとってはそれが一番の目的だったんです。歌舞伎の後は合体。女歌舞伎はそもそも遊女のプロモーションみたいなものだったという人もいるんです。遊女たちが男装して芸をすることで、まあ、言ってみればお披露目になるんです。そしてそれを見た男性客は気に入った遊女を選んで合体していたというわけです。女歌舞伎は江戸時代に入るとこんな風紀を乱すものはけしからんという感じで規制されてしまうんですが、まあそりゃそうだろって感じますよね。でも実際結構女性のファンもいたりして見せ物としての人気もかなりあったと言われています。以前に遊郭の動画でもお話ししましたが、遊女って読み書きそろばん芸事は一通りできます。ですからできることを使ってビジネスをしていくという意味ではかなり画期的なシステムだったと言えます。2. 将棋。将棋って実はいつ頃から日本に存在しているのか不明なんです。有力なのは平安時代に始まったとされる説なんですけど、いやいや紀元前150年代にもあったという説もあるんです。今の形になったのが戦国時代のことでかなりのブームになりました。将棋に限らずボードゲームって必勝法が発見されてルールが変更されたり新しい駒が加わったりして発展していくんですが、将棋の場合も平安将棋や大将棋、小将棋などいろいろ変化をしていって、戦国時代には今の本将棋の形になったと言われています。一般人の間でも楽しまれたんですけど、戦の絶えない戦国時代では武将たちが戦略を考案するのに用いたり、あるいは戦をテストプレイする感覚で将棋を指していたと言われています。大名の中には将棋を指南するために人を雇う人までいたと言われています。将棋と日本人の考え方、先ほども話したように将棋は将軍たちの間でとてもブームだったんです。なんとなく武将って囲碁を楽しんでいたイメージがありますけど、将棋は日本の戦と結構ね合致する部分があるんです。例えば取った駒を自分の駒として使える点、チェスなんかでは取られたら終わりですけど、将棋は得た人材を生かすゲームだったと言えるんです。実際例えば黒と勘兵衛は天下人3人に使えたという経歴がありますよね。さっきまで仲間だった飛車が取られていきなり自分の王の駒に王手かけられる感覚ですよ。実際に武将たちの間でも将棋がブームになった大きな要因が、やはり根本的には無駄な折衝をせず生かせる人材を生かしたいという考え方があったからだと言われています。戦国時代って本当に生きるか死ぬかなんで、自分の才能を生かすということがめちゃくちゃ重要だったんですよね。ちなみにおすすめの将棋漫画は八番台場、もうこれ一択です。ぜひ。3. 賭博。戦国時代において人を熱狂させた最大の娯楽といっても過言じゃないのが賭博、ギャンブルです。なんて言ったって戦国時代あたりから賭博で生計を立てる人たちが現れるほどメジャーだったんです。彼らはいわゆる博徒と呼ばれ、今現在の反社会的組織の暴力団ヤクザのルーツにもなっています。そういう特殊な人たちだけでなく、もちろん一般人も当時はギャンブルを楽しんでいました。当時のギャンブルで一番人気があったのがサイコロを使ったものだと言われています。例えばチンチロリンです。あの3つのサイコロを振ってゾロ目になると3倍みたいなゲームです。詳しく知りたい人はカイジの
地下労働編を見るのがめっちゃおすすめです。サイコロが人気だった理由として持ち運びがそこまで難しくないというところが挙げられます。そしてルールがそこまで難しくないので誰でも簡単にプレイできるというところも人気の一つだったんです。例えばめちゃくちゃ有名な麻雀漫画の赤木ってあるじゃないですか。あの人たちの中で麻雀のルールが全くわからない状態で賭け麻雀なんてやったら確実にカモになるだけですし、かといってすぐにルールを理解できるわけじゃないんです。そう考えると出た目の合計値を競うチンチロリンはかなりシンプルなんで誰でもできるから当時の人たちはドハマりしたんです。戦場でもギャンブル、戦国時代ではなんと戦の最中でも兵士たちはギャンブルをしていたんです。周りに死体とか転がっている中で何やってるんだよって思いますよね。さっきも話したようにサイコロを使ったギャンブルにみんなが熱中した理由というのがルールの分かりやすさと持ち込みやすさなんですけど、戦場では特に持ち込みやすいというのがめちゃくちゃ重要だと言われています。兵士たちは武器や防具だけでなく食料なんかも持ち運んでそれを持って移動しなければならなかったんで軽くて場所を取らないサイコロが選ばれたんです。そんな彼らは戦場で一体何をかけてギャンブルをしていたのかというと、まずは食料なんです。さっきも言ったように食べ物は多い方が生き延びやすいんです。次にかけていたのがなんと命を守るための防具なんです。さすがに鎧みたいに大きいものはかけてなかったようですが、コテみたいに小さい防具をかけていたと言われています。これは戦が終わった時にお金に変えることもできますし、予備の防具としても使えます。中には文字通り身ぐるみを剥がされる人もいたらしいんですが、もう戦場ですっぽっぽんだったらもう最弱ですよね。大名たちは表向きは賭博を禁止していたんですけど、こういう賭け事が大好きなやつほど実は強かったりしたんで黙認していたと言われています。確かになんかね、賭博強いやつ戦でも強そうですよね。4、お茶。最後に紹介するのが娯楽であり社交としてもかなり重要だった茶の湯です。お茶というのはみんなでお茶を飲んでほっこりするイメージありますよね。実際武将たちもお茶を楽しみながらお菓子や料理を食べて和歌なんかを読んだりしていたんです。ごついおっさんたちがママ友ランチをしている感じです。しかし茶の湯は実はめちゃくちゃお金がかかる娯楽だったんです。例えば茶器、ネット上ではボンバーマンの愛称で親しまれている松永久秀ですが、彼が織田信長に従う際に献上したのがつくも神ナスという茶器なんです。この茶器は現在の価格でだいたい1億円とも言われているんです。確かにもう価格もすごいんですけど、ここで注目すべきなのが茶器という道具が外交に用いられているという点なんですよ。つまり戦国時代という戦が相次ぐ時代においても美しいもの、素晴らしいものを評価できる人間が武将として多くの人の上に立っていたと言えるんです。戦国時代の武将たちってなんとなく花より団子なイメージありますよね。しかし実際の武将たちの多くはかなり高い教養を持っていたと言われていて、だからお茶を楽しんだり茶器を愛する心を持っていたんです。一般人とお茶、一方で実際は一般人もお茶を楽しむことはできたと言われています。でも当時武将や豪商が飲んでいたようなものではないんです。まずは麦湯、今でいうところの麦茶です。当時はなんと麦茶は熱いまま飲むのが当たり前だったんです。夏のめちゃくちゃ暑い日にキンキンに冷えた麦茶を飲むのは格別に美味しいですけど、もう当時ね、当然冷蔵庫なんてないですし氷なんて超高級品です。麦茶も当時では結構な高級品で貴族や武将たちの飲み物だったんですが、入手しやすかったんでお茶屋さんなんかでは出ていたと言われています。お茶って武将たちにとっては娯楽の一つなんですけど、当時の一般人にとっては栄養を補うための飲み物の一環もあったんです。戦国時代は食料を得るのにも結構苦労するんで、その植物の栄養素をお茶に溶け出させるお茶というのは普通に食べるよりも簡単に栄養素を補えるんで当時からかなり重宝されていたんです。だから当時の一般人が飲んでいたお茶って結構面白くて、例えばヨモギをお茶にしたり、あとは松の葉のお茶なんてのも当時から飲まれていたんです。お茶って今の私たちの生活にも欠かせないものですけど、実は昔から深く根付いている文化だったんです。戦国時代の娯楽から学べる教訓、今回は戦国時代の娯楽についてお話してきました。いや、ネットフリックスも YouTube もなかったんですよね。でもみんな工夫して人生を楽しんでいたんです。私たちがそこから学べるのは余裕、これです。まあ、暇と言い換えてもいいんですが、もし仕事ややることが大量にあるともう精神的にヘロヘロになりますよね。そしてそんな状態が続くと心身ともに疲れてしまいます。そういう状態になるのを防ぐのが娯楽だったんですよ。娯楽って暇な時にしかできないじゃないですか。でも実はそうではなくて、ほんの20分30分でもいいから娯楽を楽しむ暇を見つけるのが大事なんです。そうすると仕事をして寝るだけの人に少しずつ余裕が出てくるんです。戦国時代の人々もそういう余裕を持っていたからこそ戦が絶えない厳しい時代を生きることができたと言えるんです。戦国時代に比べると私たちが生きている今の時代は少しの時間で生きる娯楽なんてたくさんありますよね。だからこそね、あなたも頑張りすぎなくていいんです。
娯楽を楽しむ、余暇を楽しむ、そういったのんびりした人生目指してみるのもありなんじゃないでしょうか。あなたが今一番おすすめの娯楽なんでしょうかね。本当におすすめなのがあったらぜひコメント欄で教えてください。私まあは YouTuber さんのためのオンラインサロンをしています。この歴史サロンというチャンネル以外にも学識サロンという登録者50万人超えの YouTube チャンネルを運営していて、そのサロンで YouTube のノウハウを共有しています。 YouTube って本当難しくて、動画の作り方わかんないし、やっと作れても誰も見てもらえません。そんなことを乗り越えてみんな YouTube で成果を出しているんです。ぜひね、興味がある人は説明欄から覗いてみてください。本気でね、 YouTube 頑張りたい人のみお待ちしております。今日の名言、スマホゲームは簡単に始められる娯楽だけど課金はほどほどに。さよなら、さよなら、さよなら。